ジャイアインドラバルマン二世は、チャンパ王国第十王朝の第二代、第四代国王。署名はバーク。王号は、プリャンシュリー・ラージャド・バーラ。王子式前哨では聖マナと記される。千八十年、父のハリバルマン四世から位を譲られて即位したが、九歳と、幼少で、統治能力に欠けていたために翌年に、父が死去すると、おじのパングが、殺傷となり、翌年に、 大臣たちによって王に擁立された。1086年、パラマボニサットバが退位させられたことで、ジャヤ・インドラ・バルマン2世が復位した。同年、李朝を大越に検視して、礼品を送り、11月23日には、布礼域、ハセコトとアブ・ムハンマドを僧に検視して、祭を検示、チャンパーと大越の施設が、同時期に、僧にいる場合は、鉢合わせることのないような配慮を僧に求めた。 以降も大越には1091年まで毎年長考した。1092年3月14日、両方コリンギシリタンとボウキチとお層に検視して大越を攻撃することを提案したが、大越は数度にわたって層に長考しており、進化の霊を欠かしていないことを理由に軍を起こすのは難しいと明ら州から見事のりを賜った。1094年1月、 兆候が途絶えていることを理由に、大越からの使者である、白剣伊佐から出席を受けて、翌1095年から1097年、1098年、1099年、1102年に、かけて、大越に、計5度の兆候を行った。1103年10月、大越の演習で、李里氏が反乱を起こした。立月に敗れて、チャンパに逃亡した、李里氏は、ジャヤイ,インドラバルマン2世に、 大越の内情を教えた。翌1104年にチャンパ軍は大腰に進行し、ルドラバルマン三世の大のチャンパイコール大越戦争で大越に活動したポートリン・デリー・メリーの三州を脱回したが、2月にリツネケツ率いる大越軍の反撃を受けて、再び三州を失った。同年7月4日に僧に調考し、 翌1105年7月23日には生死に、アブーサイード、副死として、衣を萌え、と方願に、マガキを剣死して徴降した。1109年8月10日にもそうに剣死し、同年8月には大腰に白像を剣じている。不王の施策を引き継いで、シュリーシャーナバドレイシュバラに、寺院の建立や修復を行った。ジャヤ・インドラ・バルマン二世の死後、王位は、 老いのハリバルマンゴセイが継承した。ありがとうございます。